コズミックイラ70、5月3日月面上に置かれた地球連合軍基地プトレマイオス攻略のため、ザフトは月裏側に位置するローレンツクレーターに前線基地を設立。以降グリマルディクレーターを境界に月を二分し、地球軍とザフトによる攻防が繰り広げられることとなった。後の世に言うグリマルディ戦線である。そして同年6月2日、ザフト月駐留軍は連合の重要な資源供給基地であるエンデュミオンクレーターへの侵攻を開始した。その中の一隻、ローラシア級戦艦ガルバーニの艦橋に立つ仮面の男、彼の名はラウル・クルーゼ。大戦初期の世界樹攻防戦で多大な戦果を上げ、ネビュラ勲章を受章した生え抜きのエリートである。彼は今この戦場にただならぬ気配を感じていた。何かが自分を呼んでいる。そんな言い知れぬ衝動に駆られ、彼の体は自然とモビルスーツデッキへと向かっていた。その新型は通常の陣とは推力が桁違いです。操縦性もかなり差があるでしょうから、お気をつけて。承知しているさ。私を誰だと思っている？あ、申し訳ありません。しかし艦長、本当に出撃なさるおつもりですか？気になる気配があるのだよ。まるで私を誘っているような。は？何でもない。すでに戦局は決している。あとは私がいなくても構わんだろう。はあ、敵の基地警護の部隊は相当完了しております。増援の部隊も期間が落ちるのは時間の問題かと。ですから艦長がお出にならなくても。何、ちょっとした退屈しのぎさ。すぐ戻る。了解しました。お気をつけて。出撃します。よろしいですか？ラウル・クルーゼ、出る。オーディネーターだと？どうしちゃうなら手を貸すよ。どうする？いい気になるな！邪魔をするな！出たよ！なんでだ！ここまでか！目障りなんだよ、意外と強いぞ！沈め！これで…強すぎる！ここまでか。なんでだ。なんでだ。意外と強い。どうしちゃうなら手を貸すよ。どうする？強すぎる。なめるな。落ちる。ここまでか。このまま。さて、スコア更新といきますか。これだよ。どうしちゃうなら手を貸すよ。どうする？やってくれるじゃねえかよ。強すぎる。そうか、やつがフラガの。面白い。こうでなくてはな。聞こえるか、ムーラフラガ。
その声は。君とはいずれ再び相まみえる日も来よう。その日を楽しみにしているぞ。待て、貴様一体。私の名はラウル・クルーゼ。この名を覚えておくがいい。エンディミオンクレーター地下に設置された氷床融解設備サイクロプスの暴走によって、地球軍ザフト双方の多大な犠牲とともに戦いは幕を閉じた。一説によると、この暴走は敵軍の壊滅と施設破壊を兼ねて連合によって故意に行われたものとされるが、真相は定かではない。この戦いにおいて第三艦隊撃破という功績を挙げたラウル・クルーゼは心臓のナスカ級戦艦ベサリウスを受領。彼の率いる部隊、通称クルーゼ隊は軍内部でも特殊任務を請け負うエリート部隊となるのだった。この時点で彼の他に知る者は誰もいない。彼とムーラ・フラガをつなぐ深き因縁を、そしてその仮面の奥に秘められた果てしなく暗い憎悪を。こりゃ文句のつけようがないぜ。